皆さんおはようございます。太平ガロ TV でございます。さあ今日の太平ガロ TV はこちらですね。セミの抜け殻を食べますよ。この放送は大阪ミナミのたこ焼き屋よりや文左衛門の提供でお送りします。さあ、セミの幼虫が歩いておる大変珍しい映像ですけども、さあこのセミの抜け殻というのは腺体と、まあ、漢方の方で腺体と呼ばれまして、こちらは発熱や悪寒など、まあ、風邪の症状を和らげたり、さまざまな効果があるということで、非常に漢方薬として珍重されているそうでございます。ということは食べても無害どころか、体にいいということで、今日はこのセミの抜け殻をいただいてみましょう。このね、セミの抜け殻たちをお湯でちょっと消毒して洗いましょう、ね、もうこれはね抜け殻ですから、大丈夫ですよ。これ抜け殻ですからね、きれいに洗いましょう。そしてもうね、臭みを消すためによもぎとかもね入れてみましょう。すごいですね。グツグツ、これよもぎとちょっとミントも入れてみましたけどもね、臭み消しにね。いやー、いい香りがしますね。さあ、このセミの抜け殻というのはね、漢方で、中国の方でね、風邪による熱を下げたり、喉の腫れや痛みを抑えたり、あとジンマシンとかね、皮膚のかゆみとかを抑える、などさまざまな効果があるそうです。そしてこの、キチン質といってね、チキン質じゃないですよ、キチン質といって、動物の食物繊維で、免疫効果などを高めることができるなどと言われているそうです。個人の感想ですけども、さあもうそろそろいいですかね、頃合いになったら。いやー、このよもぎとこのミントのおかげでね、かなり爽やかなフルーティーな香りになってますけども、おさあこれで泥は落ちましたかね。もうちょっと洗ってみましょうか。よく洗いますよ、ね、このセミの抜け殻というのはもともとね、アトピーとか今でもそのジンマシンの薬に、配合されているそうで、体にいいものだということを今もう何度も言うときます。さあこういう感じに美味しそうに茹で上がりましたけども、汚れも取れましたね。このセミの抜け殻を今日はね、キッチン室ということでチキンラーメンの具にしてみましょう。それではチキンラーメンをできましたね。おっとと曇ってしまいました。そしてここにセミの抜け殻を、よいしょ、セミの抜け殻チキンラーメン出来上がりました。このセミの抜け殻が非常に美味しそうな感じを醸し出しておりますけども、キチン室ですよ、キチン室。さあ実食。さあそれでは早速いただきましょう。セミの抜け殻の成分はカルシウム、そしてキチンキト酸、このあたりも豊富で免疫力アップ、さらには美肌効果、さまざまな体にいい効果があるそうです。食感としては、ちょっとエビの殻みたいな感じです。油でカラッと揚げたり、焼いてみたり、粉々にしたり、そういう食べ方の方が合ってるかもしれませんが、今日はラーメンの具にします。
ね。味はないんですけどね。なんていうか、セミの抜け殻ない方が美味しかったですね。なあ、お前。今食うた分全部出せ。今食うた分全部出せ。出しゃいいんだろ。今食うた分全部出せやるよ。今食うた分全部出せ。今食うた分全部出せ。今食うた分全部出せ。登録してね。わお。